旅の備忘録。いつもご視聴ありがとうございます。 CB チャンネルです。今回はこちら龍神大吊橋に来ています。2023年ゴールデンウィーク旅行として昨年に引き続き茨城県にお邪魔しています。本来は前日に来る予定でしたが一日中雨だったため今日に変更したというわけです。今はまだ営業時間前なので前日の車中泊の片付けをしながら時間が来るのを待っています。お天気になってくれてよかった。龍神大吊橋の詳細はこちらになります。料金に関しては JAF 会員割引で約1割引になりますよ。吊橋と並行してたくさんの鯉のぼりたちがいます。どうやって向こう側までつなげたんだろう。結構そういうのが気になるタイプです。ちょっと雲が出てきたぞ。こちらは龍神伝説の龍だそうです。赤い龍は珍しいですよね。CB チャンネル。さあ元気に橋を渡っていく。さあ行くぞ。龍神峡は茨城県の奥久慈県立自然公園に位置します。龍神峡に広がる V 字形の美しい渓谷の中を流れる龍神川をせき止めた龍神ダムの上に龍神大吊橋は架けられました。橋の長さは375メートルあり歩行者専用の橋としては日本最大級の長さを誇ります。ダム湖面よりの高さは100メートル。橋の上からの眺めは絶景で四季折々のパノラマが広がります。橋の両側にある壁面には龍の絵が描かれており、橋はその大自然の空間を舞い上がる龍を想起させます。忘れていました。チケットはこんな感じです。こんなところを渡っていますが、二人とも高所恐怖症です。見てもお分かりですよね。特に女子の方は、かなりの恐怖症なのに、吊橋を渡りたいと志願してきたので、今回のプランに取り入れました。男子の方も、カメラは景色を映してますが、ノールック撮影です。ノールックなので橋の手すりと鯉のぼりが重なってます。台無しです。いびりまくりな二人です。だったら渡らなければいいのに、そんな声も聞こえてきそうですね。
でも頑張って渡ってみたかったんです。はっ、なんとか片道制覇できそうです。ここまで来ればもう大丈夫。到着。やった。雲は多いけどめっちゃいい眺めです。また向こうまで戻らないとなんだよな。この日はお休みとなっていましたが、この橋ではバンジージャンプもできるそうです。絶対にやりたくないですけどね。結構長い吊り橋なのが分かります。さて、頑張って戻りますか。また元気に橋を渡っていく。さあ、行くぞ。めちゃめちゃ雲が多くなってきた。今日は雨はもう勘弁してくださいよ。もっと混んでいるのかと思ったけど、早い時間に来ればゆったりと渡ることもできますね。テレビのロケでもしているのかな。あれ、このお二人は。どうぞ。どまさかこんなところで芸能人に会えるとは。やった。無事に吊り橋を渡りきることができました。吊り橋といってもほとんど揺れることもなかったので、その点では怖くなかったです。お店やってたら何か食べたかったなぁ。CB チャンネル。今回の動画はこの辺りでおしまいです。チャンネル登録やコメントもお待ちしてます。この続きは次の動画で紹介しますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。